ャンネル。じゃ、こんにちは。今日は、はい、野球あるある第4弾。もう4回目ですか。野球あるあるはね、はい、やっぱいっぱいあるんですよ。はい、でも前回ね、坊主でもいいシャンプー使うとか、はい、結構盛り上がってくれてましたよ。あるあるってなってましたね。リンスも使うとかね、はい、袴田さんには全く通じなかったですけど。いやだって坊主でリンスつける必要あるっていう。それあるあるなんですよ。いやだって込み込んでるでしょ。リンス使わなくても。今日はですね、はい、選抜のね、甲子園が中止になったっていうところもありますけど、はい、もう一回高校の時に振り返ろうということで、はい、野球、うん、あるある高校野球編っていう。おー、はい、まあ、高校野球ってこう私たちが知らないけどいろいろもうありそうですよね、はいはい、もしくは中学野球っていう。はー、だからあるある中学高校編ですね。うーん、はい、これは特にね僕ぐらいの年代の人はね、はい、あるあるって言ってくれると思うんですけど、まだ若い皆さん、うん、はっていうのが生まれると思うんですけど、はい、これが本当に流行ってたんですよ。へー、だからはっていう人はちょっとネットで調べてもらって、はい、なぜそれが流行ったのかわかんないですけど、うん、っていうのも含めて、はい、あるある4つあります。お、結構ありますね、はい、じゃあ行きましょう。はい、帽子の型をつけるの命がけあるあるっていう。型？え、はい、ここ全部ここですか。いやいや、ここのね、この折り返しのところをね、はい、うまーくあれこうこうまっすぐしてここをキュッてへっこませるっていうね。わかんない。わかんないですか。え、帽子ないですよね、ここのところ。あ、あ、あるじゃないですか、これ豊さんの帽子。はい、帽子で、はい、こういう風なこういう風な、こうここに、はい、ここをまっすぐまっすぐして、あ、だからもう、なるほど、こで、ちょっとへっこませて、こうで、はい、こういう風な感じです。でも帽子みんなこういう形かもでしょ、はい、これのもう、そうなんだ、これのここをちゃんとやる、できるようにするのを命がけで取り込むんですから、はい、え、なんでですか。いや、それかっこいいって思ってたから。これがかっこいいんですね。これが、袴田さん、はい、何言ってんですか。え、かっこいいって、うん、もう、はい、今で言うとティファニーの指輪ぐらいかっこいいみたいな、もうそのぐらい価値のあるもんなんですか。 めちゃくちゃ価値あるんですよね、この皆さん、この中学高校、はい、小学校からですけど、はい、これのここをピシッチって手で片付けるんですか。いや、洗濯バサミとか、はい、あとなんかピン止めみたいなのあるじゃないですか、はい、あります。ああいうのとかでもうピシッてやって、はい、で中に昔だとなんか仮面ライダーみたいなこうなるやつとか、はい、をそこの自分の形に合うように、はい、そこを切って、はい、しっかりこのピシッとなるようにとか、うん、あとはなんか下敷きみたいな、うん、ちょっとプラスチックの硬いやつを、はい、自分好みの形に切って、はい、ここの後ろに入れて、はい、それの通りにこうやってやって、はい、一生懸命片付けてこういう感じで。でも確かにこういう形ですよね、野球、なんか高校野球ってこれもこれに命かけてたんですから。え、じゃあ普通に何もしないでかぶったら、うん、普通の丸ですか。いや、だから普通のこうちょっと四角形ですよね。まあ、こういう感じ、はい、だ 丸のね、はい、双日とかみたいな丸のところはこういうのできないんですよ。だから丸型か、はい、こういう角型のこれからで、これでも命がけですよ。そこまでしなくてもね。いやいや、そこまでする価値のあるものですよ。で、見てないです、そこまで。私たち、いや、見てますから。見てます。あ、球児、球児たちは。あ、球児たち、あ、これもう命がけですよ、これ。え、じゃあ球児同士で、あいつの肩マジいい感じだな、うまいとかあるし。だからもう本当、本当うまい人でのは、はい、もうちょ薄めでいきますからね、この薄め。へー、これぐらいの薄めで。そう、薄めがいいんですか。薄めはかっこいいですよね、このやっぱりこのね、ちょっとでかくなっちゃうと、はい、ちょっと頭がでかく見えちゃう、ダサいじゃないですか、やっぱこのね、こうマークがつくじゃないですか、はい、このマークのね、うん、ギリギリくらいを攻めるのがベストなんですよ、はい、こう。へー、この辺の、この辺の全然なんか全然共感してくれんすね。どっちでもいいなみたい。え、今の高校野球じゃどうなんですか。いやー、でもなんかちょっと丸みたいなのも増えてきましたし、はい、ちょっとここまで命がけじゃないですよね。え、どうでした、命がけでした。僕らは手がすでした。あ、命がけ、命がけですよ、このここの、これができるかどうかね、皆さん、同年代の人。え、そうなんですか。
いや、これが命がけですよ。まあ、でも今25歳のスタッフさんが命がけだったってことは、もう最近もそうかもしれないですね。でもこれをうまくできるかどうか、うん、なぜこうなのかは知らないですよ。はい、でもまあ伝統的にこれがかっこいいですね。そうかっこいいですよ、これは。医師はそんな見てないですよ。いや、もう見てますよ。こういう、なぜかこういうね、このちょっとこう膨らました上がこうペッコペコってなんですか。これがかっこいいですよ。次です。はい、ストッキング伸ばせるだけ伸ばす命がけです。え、待って、ストッキング履いてんですか。あ、アンダーストッキングっていう、だからよく黒のやつ履いてるでしょ。黒コーンとかみたいなやつで、はい、だからね、これもう最近はもう全く見ないんですけど、はい、こうプロ野球でも、はい、もう流行ってたんですけど、はい、ちょっと絵描きますね、はい、分からない人のためにこう出てて、でこうまあスパイクですよね、はい、でんこういうストッキングです。ストッキング。どういうこと？あれです。ああ、その写真で。はい。だからね、はい、写真出てますここに。はい。これを長いければ長いだけいくのが、はい、もうかっこいいっていう。長いだけ長ければどういうことですか？いや、だからやっぱりこの、はい、この伸ばすのにもね、はい、限界があるわけですよ。はい。やっぱり。わざと伸ばしてここまで履いてるってことですか。だからもうプロ級になると、はい、あの下を切ってゴム入れるっていう、見えないところは、はい、ちょっと伸びるじゃないですか、はい、これはもともとどのぐらいの長さなんですか。いや、めっちゃ長いやつもあるんですよ、はい、長いやつとかあれなんていうか分かんないんですけど、はい、普通ストッキングって、はい、アンダーストッキングは、まあ、全然見たら分かんないよ。それを考えたこともなかったです。こういう感じ、こういう感じぐらいなんですよね。形がこうなってるんですね。そう、うん、で上これぐらいあるわけですよ、はい、スライディングした時に、はい、その足を守るっていうのを。それなぜかね、はい、その細いやつはね、これぐらいしかないっていう、なぜか上がでこれこんな細いになるんですね。あるんですよ。それも長ければ長いだけ、はい、プロでもそうだったんで、はい、もう今はないですよ、はい、今の人はいないですけど、はい、なんでそうだったのか分かんないんですけど、はい、それがすごいかっこよかったんですよ。へえ。だからめっちゃ伸ばします。ギュッ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 ってめっちゃ伸ばします。はい。あ、そうなんですか。はい。なんか全然伝わってこないですね。なんかあんまりこう分かんないんです、私は。このここまで意識した見たことなかったんで、この美徳感が分かんないんですか。はい、こう現物見ないともうこのストッキングよく分かんないですね。だからさっきのあれです、はい、あれですね、はい、あれがもうかっこいい。だから伸ばせれば、だからもう中途半端に伸ばせ、はい、だから伸ばしきれてないとダサいな、はい、あれみたいな感じなんですよ。へえ。伸ばせるだけ伸ばして、はい、ギューって上まで上げてストッキング止めで止めて押していかないようにするっていうね。ストッキング止めってのあるんですか。あるんです、あるんですよ。へえ。なんかこうギュッて輪っかみたいなやつなんですか。するとこういう輪っかで、はい、このゴムバッチ、ゴムバンドみたいなのついてる。あ、そうなんですね、はい。あ、そんなストッキングなんてあれとか、もう僕の中学校ぐらいの時はもう命がけですよ。小中はもう命がけでギューッ伸ばしました、はい、じゃあ今の子はもうほとんど履いてないってことですか。今はもういないっすね。いないですね。プロでもいないし、はい、あれもだからもう消滅です。え、でも足守るためじゃないんですか。だからあれはそもそも足を守るためなのか何なのかも今になっちゃうよく分かんない。でも守れてないじゃないですか。はい、まあ、こんな細いですしね。おしゃれだったってことですかね。そうです、あれが美徳だったんですよ。だからまあね、僕の年代に近い方がね、多分分かってくれてると思うんですけど、はい、ジェネレーションですよね。袴さん以下ぐらいの人たちは、はい、よく分かんないでしょうね。うん、分かんないです。いや、あれがすごかったんですから。いや、でも同世代の方はあるあるって言ってますね。いや、そう、もうこれ本当ガチあるあるですからね。もう皆さんね、こんな少年時代を思い返して、はいはい、あったなーっていう、もうほぼ、はい、99% 共感してます。へえ。じゃあ次、はい、いきます。どんなに遠くにいても先輩の姿が一瞬でも目の中に入ってくると、どんなに遠くにいても大声で挨拶、あるあるっす。え、私今どんなに遠くにいても目に入ったらなんか緊張するとか固まるだと思ったんですけど、うん、え、遠くにいても挨拶するんですか。なるほど。で、学校とかね、グランとかあるって言っても、いたら、はい、おざいす。どんなに遠くにいて、はい、あの人が俺のことを気づいてなかったとしても、はい、挨拶す。いや、確かに野球部ってもういろんなところでおざいす、おざいすって言ってるの聞いてるんですよ、はい、もうだからもう 100m ぐらい先でも見えたら挨拶す。
えってことは先輩はふんふんって歩いてたら、うん、どっかからファサーって聞こえてくるんですか。そうそうそう、もちろん。え、俺言ってんのかなってなりません。いや、それだったらまだいいですけど、はい、最悪、はい、あっちだけが気づいてるパターンになった場合、集合ですから。え、説教ですから。え、お前挨拶せんかったら今日、ええ、気づいてないこっち、はい、え、お前だってお前朝何時ぐらいの時のお前遊びたいやろ、はい、って。なんでお前俺のことが見えてんの、挨拶できんねや、はい、俺がお前のこと見えてることがお前も俺のこと見えてるはずやろうか。そんなんで怒られるんですか。はい、それはもうあるある。だからもうなんか宝塚さんと一緒っすよ、はい、宝塚さんも阪急電車が通ると、はい、もうこうやってこうするわけでしょ、はい、あ、そうなんですか。はい、先輩が乗ってるかもしれない。ああ、なるほど。いや、だからそれと一緒です。電車とかも、まあ、僕ら田舎なんで、はい、1両から4両編成なんで、まあ、見えたりするんですか、はい、見えた瞬間ナイス電車に向かって聞こえてないかもしれないけど、いやいや、浜さん、はい、聞こえるとか聞こえてないとかじゃないんですよ。ないんですね。自分の身を守るためですよ。なるほど。でもこの佐藤さんの性格だったら言ってやればいいじゃないですか。そっちに見えてるのこっちは見えてないんすよって言って言えばいいじゃないですか。顔の形なくなるよ顔の形が。そんなにバンバンだよ。怖いですね、野球部の世界。それはどうですよ、もう昭和ですから。そうですね、はあ、昭和時代生き抜いてきてますから。それ今と違うんですから。まあちょっと私たちはね平成なんでね、うん、そこまで厳しくなかったですよね。僕らギリギリ最後です。あ、厳しかったですか、はい、あ、じゃあ私の世代とかもそうだったんですね、きっと。いや、そりゃそうでしょ、もうやばいっすから。へぇ、それもど視界入った瞬間に挨拶ですよ。よし。いや、でもそのなんか習慣って多分すごいあの後生きてきてると思うんですよ。ああ、やっぱり野球部出身の人って礼儀正しいって言って就職とかすごいしやすいですよね。まあまあそうですね、うん、でもその 100m 先の人見つけるのは生きないですけどね、人生社会においては確かに。でもっときついやつは、はい、その視力が弱いやつですね。あー、大変だ。だ、視力の弱い先輩は逆に助かるんですよ。はい、あー、見えてないから、はいはい、視力のいい先輩と悪い後輩だと最悪っすね。最悪ですね。だったら、あれ先輩かな後輩かだから、もうメガネにすす、メガネして。でも下手したら先輩じゃないのに、おはようございますって言ってる可能性ありますよね。でもまだそっちの方がマシっすよね。マシですね。だから僕学校の時教室からあんま出たくなかったっすもんね。ああ、先輩と会っちゃうから絶対やるっすもん。絶対いますもんね、敷地内は、うん、だからもう、うん、要は戦場っすよね。地雷があるんで、いっぱい大変、踏まないように、はい、なんか暗黙のルールみたいな、うん、だからマジもうあいつどんな遠くにいても、はい、見えた瞬間だったっす、はい、え、大学は緩くなるんですか、それが。大学は、いや、僕帝京、これ僕かも分かる、僕が入った時、はい、帝京大学、はい、謎のルールがあって、はい、あったら常に挨拶なんですよ。へー、あったら、はい、だからもし袴さんここに座って、はい、じゃあもし応接室とかテレビ見てるとそうじゃないですか、はい、でこう通りすがるじゃないですか、で、ザウスって言うじゃないですか、はい、で、一瞬部屋入って忘れ物取りに行っただけで部屋入って、はい、取ってドア開けて、おはようございます。え、さっきあったけどもう一回しないといけないんですか。そうそうそう、で、もしその人が、はい、じゃあ僕がトイレ行こうとしてて、はい、で、その人がトイレの廊下のとこで立ち話してたら、はい、そのトイレ行く前に、おはようございますってトイレ入って、はい、用出して出てきて、おはようございます。謎のルールが今もっとあったっすね。謎ですね。あったら挨拶なんですよ。だからもう視界から消えて、はい、もう一回現れたら挨拶です。ああ、なるほど。常にそれが1秒後でも、はい、1時間後でも、はい、あったら挨拶です。ってことは1日もしかしたら10回ぐらい同じ人に挨拶してるかもしれない。だから僕それ見ながら、その1年生の時疑問だったのが、はい、そのテレビ前っていうのがあって、そこは帝京大学のその当時の寮は階段、2階に階段上がったすぐが応接間っていうテレビ前だったんですよ、はい、でそこからその Y の字に部屋に行くわけですよね。だからそこ通らないとみんな部屋に行けないわけですよ、はい、そこに座ってる人たちはそこで座ってテレビ見てる先輩みたいですか、はい、で1年生が通ったら常に「おはようございます」って言われるんですよ、はい、何回も、うん、だからエンドレス挨拶ですよ。いや、そうです、全員が、うん、よくそれを何も思わないで、はい、この人らのんきにテレビ見とけんなと思って。いや、なんかもう鬱陶しいですよね、逆に、はい、もういいよって言わないんですよ、はい、常に「ザウスザウスザウス」って、はい、もう秒単位で通ったらずっと誰かが挨拶してるんですよ、はい、でそれをよく「うるさいから挨拶いいよ」って言わないで
よくそれを挨拶を無言で受けながら、うん、テレビ何も思わないでよく見とけんなって思ってましたね。いやだ先輩はおはようございますって言われて、あ、おはようみたいな、ないんですよね。うん、ないです。だから無言です。無言ない。テレビに集中できないですよね、そんな言われてたら。あ、謎のルールあったですね。はい。でも逆になんかスルーして通ってみたいですね、気づくのか。いや、それもパンパンですよ、それ。テレビ見ながらもじゃあチェックしてるんですね、ちゃんと。チェックっていうか、そこのとこ通らないといけないから。はい。視界に入るじゃないですか。あ、まあ、でもテレビ見てたらそんなにいちいちこうやって視界に入れてるんですかね。いや、そんな広くないですからね、そのスペースは。6畳ぐらいのスペースだから、はい、あ、そんなちっちゃいスペースなんですね。はい、はい、へえ。あれ謎のルールあったっすね。いや、まあ高校野球にかける大学も大変ですね。はい、じゃあ最後に、うん、はい、あるある、はい、試合の応援、声が枯れないと説教。枯らさないとダメじゃないですか。そう、だから声枯れてないと、はい、お、まあ今日も応援ちゃんとしなかったやろうって言われて、だからもう、はい、大会、だから大会の時です、はい、練習じゃない、大会の時はもう、とにかく声枯れてるかなっていうのを1年生で確認し合いながら応援する。だからもう声枯れるようにもあーって、もう応援とかじゃなくて、もう声枯れるようになって、試合終わった時に枯れてるな、 OK みたいな、はい。それ声帯めっちゃ強い人大変じゃないですか。でも命がけです、応援も。だって声枯れてなかったら説教ですから、うん、へえ、お前今日枯れてないぞって、お前なんか今日応援ちゃんとして声出してたんかみたいな、出してないやろ、はい、そんなとこまでチェックするんですか。はい、じゃあわざとじゃ枯れた声出せばいいじゃないですか。いやだからめっ、いやもうそれバレるっしょ。おはようございます、お疲れ様でした。うまくできんかったら最後っすからね。そういうのだったらもう枯れる方選ぶんですよ。選ぶ。おめでとうってめっちゃ応援の時、そんな声枯らしたくない、ガラガラ声になるじゃないですか。いやだから声枯らすのが嫌か、はい、パンパンになるのが嫌か、はい、どっちか選んだ方がいいですよ。どっちですか。私はうまく騙す。無理っす。疲れしましたーっつって、お今日声出ないっすっつって、でもだからそんな本当に声枯れた人はそんな感じにならないんで、はい、あ、なんないですか。そんなわざとらしく、はい、もう 100% 枯れますよね。で私とかまあ、ずっと発声やってるんで、うん、結構声帯強いんですよ、うん、だから強いとかです、声枯らす風に、うん、声枯らすような声の出し方あるじゃないですか。あ、もう喉だけ使って、あ、そうそう、まあ、だからそれするっていうね。つらい。だってもうパンパンの方が辛いですから。まあまあ顔ボコボコにはなりたくない、ね、しかも連帯責任になるんで、はい。どうなんで、今の高校生もそれもありますかね。それもないんじゃないですか。もうないですか。古き良き時代ですよ。はい。だからこのね、今のあるあるは、はい、もう今僕ら年代、もしくは僕らの上の世代の人は全員ほぼ 100% あるあるって言ってますから、はい、100% なんですね。これはもうで、今のじゃあ小中学生がこれ見てたら、へえ、今こいつ何言ってんねやと思ってると思うんだよね。今ちょっと楽な時代だったなって思うかもしれないですね。いや本当、うん、集合がありそうな時は、はい、もう本当やばいですもん、ピンチですもん。集合って、先輩から集合って、いやだから今日集合らしいよって、マジでみたいな。楽しいんですよ。でも佐藤さんも先輩になったらそれやってたんですか。そうですね。やってたんですか。だって文化だからやらないといけないですよね。そうそうそう。いや、そっからなくしてあげればいいじゃないですか。いやだからそれを、はい、いい悪いは別として、はい、要領よく過ごしていくのが勝負じゃないですか。まあそうですね、うん、要領の良さもそう身につけさせるっていう意味で後輩にね。そう考えたらもう楽しかったな。まあ、いいですね、楽しい思い出ってことですね。今だからこうやってあるあるって笑えるんですから、はい、逆に経験しといてよかったですよ。そうですね、なかったらできないですから、はい。でもなんか浜さんあるんですか。もういいですか、もうこんなに言っちゃいましたけど、はい、いやいい、とっておきのやつ言ったってくださいよ。とっておきかな。じゃあ、ローカル局アナウンサーあるある、おー、一つだけね、はい、アナウンサーもディレクター業をしないといけない。これ A ってなります。あるあるなんですか。ディレクター業をしなきゃいけないんですか。もうほぼほぼもうなんかよくありますよ。どういうことするんですか。もう例えばで言うと、私朝の情報番組やってたんですけど、ああ MC 兼スポーツコーナーも兼ねてたんですよ。ああ、でスポーツコーナーって、じゃあ今日これをやってくださいってなるんじゃなくて、ああじゃあ今日何分でスポーツコーナーよろしくって、もうそれだけなんですよ朝に。ああ、朝4時半ぐらいに行って、ああああで新聞読んで、で今日じゃあ5分でよろしくとか、多い時10分でよろしくって言われたら、もう自分でまず項目組むんですよ。で原稿をチェックして、でも尺これじゃあ10分持たないなと思ったら、自分で
インサートって分かりますか、分かります、映像を編集マンさんに頼んで、じゃあ昨日の試合のここからここまでの試合のインサート作ってください、うん、で自分で喋ることも考える、うん、新聞も貼る、うん、自分で線引く、うん、ですよもう、全部自分でやらないといけなくて、それすごいですね。で担当ディレクターがその日つくんですけど、もうこっちが全部指示です、ディレクターさんに、じゃあこの新聞貼っといてくださいとか、で時間がなかったら自分でも貼りますし、じゃあこの項目でも本当自分でプレゼンしないといけないんですよ。項目表っていう手書きで自分で書いてコピーして全員に本番前配って、じゃあ今日この流れでやります、カメラさんここ撮ってください、もう全部自分で指示です。それで最初、いやこれちょっと変更してとかないんですか。いやあの結構最初の方は言われるんですよ、その見せ方だと分かるみたいな、じゃあこの説明もっとプラスした方が良くないとか、もう言われて言われて育って、最後はもうちゃんとできるようになりました。すごいです。だちょっとめっちゃ大変でしたよ。やること多いですね。だからもう何ですか、何ですか、人権にいないんですか人が。まあ、まあローカル局ですし、朝だとそんなに人出せないっていうのもあるじゃないですか、だからまあアナウンサーがもうディレクターも兼10分って長いですね。結構長いんですよ。でしかも、ローカル局だとローカルニュースが中心だから、スポーツでいうと楽天とか、とまあ、ベガルタ、あと、まあ、89ers っていうバスケットがあったり、でもサッカーとバスケだとやっぱ週末とかしかなかったりするんですよ。だから楽天の話題をどれだけ長くできるか、ね、で勝ってたらいいですけどね。そうなん、負けてたらね。だからもう前日の夜から、あの朝早いんですけど最後まで試合を見て、なんか今いいデータないかなって、選手のデータ調べまくって、あこの選手この5試合で打率5割いってるとか、もうそういう要素をかき集めたりして、めっちゃ頑張りました。それ難しいですね。はい、もう本当ディレクターそれあるあるなんですか。あるあるです。東北放送だけじゃないんですか。まあ東北放送のスポーツアナウンサーあるあるの可能性もありますけど、ただもうローカル局だとニュースキャスターが原稿を書きますし、自分で取材来ますし、あとラジオもやってましたけど、ラジオの中継担当だったんですけど、中継先全部自分で決めてました。たまにディレクターさんがここどうって言ってくれるんですけど、もう全部自分でアポ取って全部やります。もうめっちゃ大変。じゃあ、まあ、スキルは大変ですけど、スキルは上がりますね。あ、考える力はすごいついたと思います。美味しい育ちしないですね。もうなんかそうですよ、サバンナ育ちですね。いや結構ローカル局のねアナウンサーとか、まあディレクターさんもどうかわかんないですけど、見てるからローカル局のアナウンサーディレクターさん、はい、あるあるって言ってないかな。いやでも本当にまあ原稿とかそういうの書いたことあるってアナウンサーはもう山ほどいると思います。まあね、それを体験してみたい方、はい、はい、アナウンサー、はい、試験受けてみてください。ローカルに限ります。